なんでこんなグダグダして、なんでこんな公約違反してるか。あ、もう一重に、それは緊縮財政だからです。はい、皆さんこんにちは。まみれ小会です。今日はですね、もう、いきなり現金給付のお話に、なりますけども。当初、政府はもう5万円のクーポン券詐欺や。で、残り5万円は現金で給付するというふうなことを言ってました。でですね、それでその、クーポン券にかかる事務費用が、940億円かかるよと。いうふうなことがバレてから、風向きがガラリと変わりました。でですね、おとといの日本経済新聞なんですけども、のウェブ版からなんですけども、もうとうとういいと。全部現金一括10万円でいいよと。それで、そうやる自治体いてもいいからね、というふうなことを言いました。で、ちょっとこれ読んでいきたいと思うんですけどね、その時のおとといの記事。で、岸田文雄首相は13日の衆院予算委員会で、18歳以下への10万円相当の給付について、地方自治体が年内に現金一括で支給するのも選択肢だと表明したと。OK だよということですよね。現金での減額給付に関し、特定の条件をつけて審査することはない、との方針も明らかにしたと。どうでもいいよと。どうでもいいっていうか、10万円給付 OK だというふうなことを言いました。じゃあ、この自治体どうかっていうと、いろいろなニュース、新聞を読むと、やっぱり自治体でももうガラリと10万円一括給付に舵を切った自治体、多数です。多数います。多数あります。で、そんな中ですね、昨日ですね、昨日またちょっと、政府、小言言い始めたんですけども、どういうことかというと、10万円給付、これは毎日新聞ですか？毎日新聞から昨日のこと、ちょっと、話したいと思うんですけども、今日の一面に載ってるかもしれませんね、毎日新聞。政府は18歳以下に10万円相当を給付する場合の指針について、3パターンの給付方法を自治体に示す方針を固めたと。3パターン。まず1つ、現金10万円一括給付。2番目、現金5万円を2回給付。3番目、現金5万円、クーポン5万円分を2回に分けて給付と。してると。たださすがにクーポン券10万円っていうのはないですね。さすがにまずはないです、それは。現金かクーポン券、現金か、あと現金プラス5万円プラスクーポン券5万円か。ですよね。現金10万円とか。ということになりましたけども、おとといの段階でもう10万円 OK って言ってるんだから、もう多分ほとんど自治体10万円でやるんじゃないですか。クーポン券、もう前からもクーポン5万円で、現金5万円でやるって決めてて、それでもう準備も整ってたんだっていう風な自治体、あるかもしれませんけども、ごく少数でしょうね。そういう自治体は多分、クーポン5万、クーポン5万円で、その後現金5万円やるということになるんでしょうけどね。私の意見を言わせてもらえれば、もうやっぱり一括10万円ですよ。もう全員に、日本国民全員に一括10万円、10万円一括、現金給付、いわゆる定額給付金10万円です。これをやれば、こんな議論にならなかったんじゃないですか。ちょっとこれでまた、岸田内閣、ちょっとまた支持率下がったんじゃないですかね。非正規社員に10万円給付するっていうのはやらない。で、今度は、クーポン券5万円も撤回すると。で、10万円でも OK やと。いうことで、もうブレてますよね。ぐだーっとしてきました。ぐだぐだするのは何が悪いかというと、確か菅政権の時も私、ぐだぐだしてるなと、こいつはっていうようなことを言いましたけども、まずは短命に終わります。ぐだぐだしてると、短命に終わります。ただぐだぐだしてるってことはあんまりいいことじゃないんでね。短命に終わってもいいんじゃないですか。その次、高市さんが誰なんかわかりませんけどもね。それで徐々にそういう風にして、ダメなところだから首。じゃあ次行こう。で、またその人もダメだったら首。次行こう。という風な感じで、もうそれで最高にいい形になるまで、短命成績政権続くかもしれませんよね。
アベノミクスも、まあ、安倍さんの時も2回目、特に2回目ですけども、まあ、最初の1年、1、2年良かったんですよ。財政出動とか、なんだかかんだかとか、まあ、あの、3本の矢、やって。ただ、やっぱり消費税2回ガンガーンってやっちゃったんですよね。それから、まずはアンチが増えましたね。アンチが増えました。なんでね、まあ、あの、まあ、結局その、安倍、第2次安倍政権は、ま、長続きしましたけどもね。ただそのおかげで日本、ボロボロにガタガタになりました。ガタガタになりました。で、菅さんは何もせず、で、ぐだぐだしてるだけで、まあ、1年ぐらいで終わったと。で、岸田さんは、まあ、令和版所得倍増とか言って、言ってそれで、まあ、自民党総裁選戦って、それでまあ、内閣総理大臣になりましたけども、もう消えてますからね。本当はできるんですよ。所得倍増なんて。令和版所得倍増、本当はできるんですけども。結局やろうとしてる。なんでこんなぐだぐだして、なんでこんな公約違反してるか。あ、もう一重に。それは、緊縮財政だからです。だから、反緊縮財政に舵を取る。岸田さんの場合であれば、財源は国債だって言ったんだから、あとはあれですね、プライマリーバランス黒字化計画を破棄すると。まあ、締結。あるいは、まあ、凍結。例えば、300年後まで凍結とか。あるいはもう長いから、もうめんどくせえから、まあ、廃止と。これしかないんですね。いわゆる財政健全化を捨て去る以外他ないんですよ。まあ確かに、自民党総裁選で、まあ、岸田さんは、例えば新自由主義から脱却するとか、あるいは、まあ財源は、国債で賄うとか、まあそういうことは、まあことも言ってました。と同時に、財政健全化の旗を下ろさないって言いました。もうね、ここら辺が、その、もう、あれなんですよね。こう、ギャップが出てくるということは、やっぱり、しどろもどれになってるというか、ぐだぐだになるとか、なってくるんですよね。だから、そもそも財政健全化破棄して、それでまあ、プライバリーバランス、クラシック、黒字化も凍結または破棄して、そうすれば、もうガンガン国債、財源国債でガン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 やるよって言うんであれば、全員に、日本国民全員に、まあ、一律の定額給付金支給できたし、そうすることによって経済成長しただろうし。で、まだね、あと貸し付けですよね。まあ、いろんなところから貸し付け。その貸し付けを、まあ、いわゆる特性例です。チャレンジするとか。まあ、そういうふうな、ことをやれば、どん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 その分財政出動していくことになるんで。真水でもう数十兆円それでいくことになるんで。真水で数十兆円出したくなかった。財政健全化目指したかった。から、令和版所得倍増っていう言葉なくなったんですよ。最初の信念はどこに行ったんですか？岸田さんは。まあ自民党なんでね、まあ、消費税廃止訴えるってことは多分不可能でしょう。減税はおるか廃止を訴えるってことは多分自民党員であればまあ不可能だと思います。でもそれが一番の国民の生活を豊かにする方法ですよ。しかも一番簡単です。でもそれできないって言うんだったらもう財政出動、もうそれに見合うまでの財政出動せざるを得ない。だからここはもう、岸田さん、レームダックになる前に、早くもう財政健全化捨てて、考え方捨てて、プライマリーバランス黒字が廃棄して、それで、まあ、反緊縮財政に舵を取って、ガンガン国債発行すると。そういうふうなことで GDP アップさせて、国民の生活、まあ、豊かにすると。もちろん実質賃金そうなるとアップしますから。それを目指さなければ短命に終わります。皆さん、いろんな経済、評論家の方は、まあ、おっしゃってますけどね。短命に終わります。このままだと短命に終わります。まあ、少しでもね、岸田さん、いい思いしたいんであれば。ああ、もう、消費税廃止ができないんであれば、財政出動以外、他方法はないですからね。だから、どれだけ財政出動できるか。それによって、岸田内閣の、岸田文雄内閣総理大臣の任期が分かってきます。どれだけできるか、どれだけ縮まるか。それが分かってきますからね。まあ、とりあえず注目して見てみましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。